ビールの屋上まであったのか。なんだ、こんなことで時間を取ってられないってのに。なんだ今の、ライダーのホグじゃないぞ。セイバー、しっかりしろ、セイバー。我慢しててくれ。すぐに連れて帰って、東坂に見てもらうからな。終わったわよ。和室に寝かせてきたけど、あの分じゃしばらく目を覚まさないでしょうね。すまん、助かった。俺にはセイバーを手当てするなんてできないからな。まあ、鎧を脱がせて楽にさせただけだから、お礼を言われるほどじゃないわ。セイバーの体も良くならないし、私は何もしてないもの。それで何があったの？シンジを探しに行って帰ってきたと思ったらセイバーがあれでしょ？それが俺にもわからない。セイバーとライダーが戦って生き残ったのはセイバーだってことしか。詳しく知りたいところだけど、追求するのは勘弁してあげるわ。それどころじゃないってどういうことだ？言葉通りの意味よ。あなただってうすうすは気づいてるんでしょ。このままじゃセイバーが消えるってことぐらい。消えるって、セイバーが消えるっていうのか、お前は。ええ、どんな戦いをしたのか知らないけど、セイバーの魔力ほとんど空っぽなのよ今。彼女が苦しんでいるのはね、魔力不足で消えようとしている自分を必死にとどめているからなの。魔力がないからセイバーが消える？ええ、霊体であるサーヴァントがこの世にとどまるための魔力が足りていない。こんな時、普通のマスターだったら自分の魔力を送るんだけど、あなたはそれができないでしょ。酸素不足ってバカな。だって今までは大丈夫だったじゃないか。セイバーだって眠っていれば持ち直すって。それはセイバーの魔力量が桁外れだったからよ。けどそれもここまで。魔力を使い切ったサーヴァントを元に戻す方法は2つだけ。マスターがサーヴァントに魔力を提供するか、サーヴァントが自分で魔力を補充するかよ。まさかセイバーはそんなことはしない。セイバー自身がそんなことはしないと言ったんだ。でしょうね。けど方法はそれしかない。マスターが魔力を与えられない以上、サーヴァント自身が魔力を補充するしかないわ。これはあなたが決めることだけど、セイバーを助けたいのなら、セイバーに人を襲わせて魂を食べさせなさい。もちろんセイバーは嫌がるでしょう。
けど放っておけば遅かれ早かれセイバーは消えて、あなたは他のマスターから狙われることになる。決断はあなたに任せるわ。セイバーは眠らせておけば落ち着くだろうけど、それでも限界は近いでしょうね。決断をするなら明日の朝がリミットよ。朝だ。でも顔色は良くなった。もしかしたら、何よ、都合のいいこと。くっいや、お前、また一人でこんなところまでやってきたのか。危ないぞ。どこにマスターの目が光ってるか。悪いな。今はイリアと話をする余裕がないんだ。せっかく会えたところだけど、話し相手になってやれない。今日は冷えるし、帰った方がいいぞ。イリア、いや別にお前を邪険にしてるんじゃないんだ。今はちょっといろいろと立て込んでいて。知ってるわ。セイバーが消えかけてるんでしょ。それでシロウはどうしようかって考えてるのよね。イリア、お前なんでそんなこと。言うまでもないでしょ。昨日の夜ね、私もあのビルにいただけよ。もっとも、さすがにビルの中で様子を見てるしかなかったけど。あ、もう金縛りになったんだ。一人でいれば簡単に捕まえられるって思ったけど、こんなに簡単に行くなんて可愛いな。イリア、無駄だよお兄ちゃん。そうなったらもう動けないわ。もうじき声も出なくなるけど、心配しなくていいよ。私もね、今日はお話をしに来たわけじゃないもの。お前、俺をここで殺すつもりか。うん、だってもうマスターでいてもしょうがないでしょ。セイバーが消えたらシロウは一人きりだもの。戦う手段がなくなったシロウなんて簡単に殺せるんだから。他の人に殺される前に見つけられてよかった。それじゃあおやすみなさい、お兄ちゃん。どうせセイバーも消えるんだから、早い方がすっきりするでしょ。いいの、イリア。
この子、イリアの敵じゃないよ。そんなの、リズには関係ないわ。それに、これは当然の権利なんだから。10年間、ずっとこの時を待ってたんだから。今さら、逃がしてなんかあげられない。控えなさい、リーゼリット。お嬢様、素体の受け入れ準備が終わりました。あとは転移を行うだけですが。うん。始めるわ。二人とも下がってなさい。